はい、どうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。クソレッキー製造工場へようこそ。工場長のりです。さあ、本日なんですが、神道竹光というね、カードが、まあ、診断で実装されまして、謎の UR カード、これ UR、3枚持ってる方のみが作れる最強のクソレッキー、お見合いしていきたいと思います。竹光ってです、高校で、まあ、装備してぶん殴ると一応相手全部破できるかもしれないっていう効果もあるんですけども、普通にその竹光カードをね、装備カードを、なんかデッキからね装備できるっていう効果がありまして、これで妖刀を装備できるんですよ。だから単純にドローソースとしてもね使うことができるというところで、竹光をドローソースとして使う場合、まあ、結構強いギミックいろいろあるんですけども、今回は、この最強カードをぶち込んでいくレッドアイズデッキ、こちらに、この竹光というね、カードを、まあ、ぶっ刺しまして、イゾルデムーブ、アナコンダムーブ、これアナコンダ生きてるんでね、マスターデュエル君なんで、アナコンダムーブから、まあ、レッドアイズフュージョンをぶち込みまして、メテオブラックドラゴンで、まあ、黒煙弾を2回撃っていくというね、そういう動きを、まあ、今日はかましていきます。で、黒煙弾が、強いのはこの3500というバーンダメージを、まあ、ぶちかませるところなんですけれども、実はねちょっとだけね隠れ強化入ってまして、このデッキトラップトラックっていうカードが実装されてるんですけど、これ自分のフィールドのモンスターを爆破してデッキのトラップトラック以外の通常トラップをセットするっていう効果があるんですけど、これでですね、レッドアイズバーンがセットできまして、レッドアイズバーンってレッドアイズモンスターが破壊されると、なんかそのモンスターの元々の攻撃力分のダメージを与えるっていう効果があるんですけど、元々の攻撃力と3500のバーンダメージを与えられるんで、これ実質黒煙弾なんですよ。これ実質黒煙弾なので、黒煙弾かトラップトラックまたはこのレッドアイズスピリッツですね。レッドアイズスピリッツはこのレッドアイズソウルっていうモンスターを蘇生するんですけども、ソウル君もこれ黒煙弾の効果持ってまして、自分の、または相手のターンにフリーチェーンで、レッドアイズブラックドラゴン1体対象に黒煙弾をするっていう効果あるから、3番目の効果ね。だから結構決まりやすい、この黒煙弾または、レッドアイズスピリッツ、またはトラップトラック、これのどれ か2枚が来ればいいから、どれか2枚が来ればもうそれだけでバーンダメージセールスーツ8000バーンです。はい、メテオブラックドラゴンのその1番の効果のバーンダメージがあって、まあ基本的にはそのレダメ来るんですけど、レダメ送って、バーンダメージ入るんで、なんで、相手のライフ大体7000以下になってるんで、まあ3500を2回打てば勝てるというところで、まあ、これを、まあ、妖刀竹光とか、神道竹光の効果で、まあ、持ってきたこの小金の竹光ドローして揃えていくという、まあ、そういうデッキですね。はい、でギミックはね、基本的にイゾルデギミックになっていまして、イゾルデ成立すると、その妖刀を拾いながら、アナコンダまでいけるんでね。なんで、イゾルデを立てられる、まあ、ギミックだったら何でもいいんですけども、今回はスケアクローですね。スケアクローのいいところは、誘発貫通力がそこそこあるというところと、まあ、すべきがあるからね。誘発貫通力があるというところと、あとワンチャン後手で、トライヒハート君を出したら、ワンチャンワンキルできるというところですね。はい。まあまあ強いね、このトライヒハート君が。なので、まあ、まあ、後手もまあそこそこやれるクソデッキという意味では、まあ、スケアクローって非常に優秀で、これしかも、どれか1枚引けば絶対イゾルでいけるんで。妨害なければね。なんで、イゾルで作る時のスキアクローってめっちゃ強いんですよ。はい。というわけで、このギミックを今回は、採用したゴミデッキで黒煙弾を、まあ、できれば2連発していきたいというふうに思ってます。やっていきましょう。デュエル。よし、神道竹光とかいう最強カード来た。あ、ちょっとトラップトラックとかいうなんかゴミみたいなのがいっぱい来てるけど、まあ、よしよしよ。さあ、ベロネアを召喚。そして、神道竹光をベロネアに装備していくぜ。なんかあるな。そして神道竹光の効果を発動。妖刀竹光をデッキからこのモンスターに装備。ちなみにね、竹光のカード自体はね、なんかね今後来るんですけど、スネークワイトめっちゃ財宝ですね、積み宝、あれとめっちゃ相性がいいらしくて、なんか竹光、無限法要、なるほど、やりますね。無限法要はなかなかやる。まあ言うて貫通できるわ、引いてるから。スキャクローのいいところは貫通力がまあまああるってところですね。これは神道竹光もう一枚持ってきてよくて、これ神道竹光調子乗ってなんかいっぱいさ、やりまくってるとさ、デッキからさ竹光カード消えるときあるからさ、これは気をつけてくださいね。はい、でノバ持ってきて、で、神道竹光を装備して、で装備解除で、もう一回妖刀装備して、こうやってねデッキの中のパーツを圧縮することができるのもいいところですね、これ。はい、で、強炎の剣士出します。
よいしょ。まあ、スキアクローと見せかけて、あ、まあ、一応スキアクローで戦うことも一応できるんですけど、一応ね。なんで用途あるか。股間ね、色でいいか。で、ノバ発動して、戦術速2体にして、はい。こうですね。彼がね、戦術力なんで、これ今後ね、マナドゥムっていうテーマが来るとね、より強くなりますよ。はい。あの、この辺の、スキアクロー、ライヒハートとか、あと、あの、ビサススタフロストとかね。で、イゾルで効果。で、これ、一応、ライヒハート持ってきて、で、装備カード墓地送って、リナルド特集から、妖刀ムーブ。OK。で、これ今、妖刀全部使ってるんですけども、神と竹光一応まだ残ってまして、まあ、 あのこんな感じでね、なんか割と装備カードをパン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 つけて外してつけて外してみたいな感じでやっていくとね、これ多分ねメインフェーズ1スキップの あの燃え竹光とかもサーチできるし、なんか結構強いと思います、これ。はい、ギミック自体は。で、また結構手札が増えますよ、これ。で、先にベルティングアナコンダを爆弾させて、こいつ、いつまで生きてんだろうね。なんか、OCG ではもう、ね、とっくの昔に禁止になってんだけど、なんか、ずっとマスターデュエル使えんだよ。これなんか、一生、これ許されんのかな、わかんねえけど。はい。で、レッドアイス。メディアブラックドラゴン。超絶激レアモンスターだぜ。を召喚して、効果発動。レッドアイスを墓地に送って、先般。さらに、神道竹光を発動。神と竹光をレッドアイズに装備して、うおっ、強欲なツボ発動、カードを2枚ドロー、わお、あー、ちょっといらねえ。黄金色の効果発動、カードを2枚ドロー、きた、黒煙弾、貴様の中に3500ポイントの大ダメージ。まあ、ちょっとトラップカードがメインになってますが、まあ、どっちか通れば勝ちなんで、まあ、大体なんとかなるんじゃないかな。レッドアイズバーンか、スピリッツかどっちか通れば勝ちなんで、これあと残りライフ3500あるだけ。はい、なんでさあ、一応無限紅葉だけケアしますか。無限紅葉だけケアして、なんかモンスターがとかモンスターとか魔法タップが出てきた時に、打つことにしましょう。スピリッツは、はい、まあ、ガンマとかもあるしね。あ、まあ、プラズマスマイド OK。 レッドアイズスピリッツクシャトリだかな。スピリッツ対象、あ、なんもない。レッドアイスソウト、高橋翔がレッドアイスソウル効果対象3500万極炎弾。まあまあ決まりやすくなってるな、こんだけドローソースがあるから。うわ、なんもねえ。なんかね、これでワンチャンね、なんもないけどね、スキアクロー展開通るとワンキルできる時あるんだよね、これ。高校言うてね、このスキアクローを採用することのメリットはそこにある。ぶっちゃけなんか相手の展開、なんかワンチャン貫通してスキアクローでワンキルみたいな時もたまにあるんで、それがスキアクローのいいところだよな。トライヒアードが強いからさ、結構スキル能力高いから。スクラップキマイラ、何スクラップデッキか、なるほどな。なんだこれ、あれかスクラップ、でもリサイクラーショートじゃねえのこれ。なんだキマイラ、何スクラップラプターとキマイラ、なるほど。なんだスクラップアイバンか。貴様やばいことしようとしているな。何、あ、違う、ダランベルシア、何誰、貴様まさかあれか、これ改まさきたまがねえからダランベルシアンでサーキュラーをサーチしてこようって魂胆か、誰。あ、ちなみに改まさきたまがね、あのない人は一応ね、代用としてね、スクラップラプターはランク4ギミックなんでね、まあ一応ね、ラプターと、キマイラっていうモンスターでも代用はできますよ。同じようなことはできます、一応。はい、まあ、改まもさきたまも召喚機は一応使ってるんで同じことですよ、結局ね。で、サーキュラー効果が発動されていく。やばすぎ。これあれかな、あ、マジです、これ先玉ない人でしょ、絶対。残機方程式、はい。残機方程式、ダランベルシアン。ほう。なるほど。なかなかに、いい感じのムーブで、これさすがに負けか。ナブラ、はい。ナブラからの、ダイヤ、あ、超解除か。超解除、すべきしてんのかな、これ。はい、3体デルタテロス、何デルテロ、あ、3体素材デルテロ、これ、あ、待って、デルタテロスの効果発動違うわ、これ多分これあれだ、
あ、そっちか、テラライトや、テラライトや。え、待って、テラライトでさ、デルタテロス叩き割ってアルタイル出したの結構やばくないこれ。普通に、あれイゾルデ、あ、やばいね。あれ、これもしかして俺あれかな、スキップこれ時止められるやつ。テラライトセキュリティやばいね。自分の墓地からテラライト特殊召喚できるね、これね。レベル4のモンスターがこれ5体になるね。やばいね。ゆうまくん、レベル4のモンスターが5体になっちゃった。どうしたらいい？レベル4のモンスターが5体。来るぞ、ゆうま。誰が？カドキウス。はい。召喚ムービーかっこいい。召喚ムービーかっこいいなぁ。なんか追加されたんですよね。召喚ムービー謎に。カドキウスの方に。いや、追加するならプトレマイオスだろみたいな話だけど。トレミス。テラセグリッド上重ねられる。誰が、誰がですよねー待ってください。素材が7個あるんですけど、話し合いましょう。話し合えば分かります。先生、やりましょう。そういうのは良くないと思いますよ。そういうのは良くないと思いますいや、こいつ、こいつさ、こいつどっちかっていうとその効果の方が使われてるなら、もう現代遊戯王においてはなんか3つ素材を使ってなんかうんぬんかんぬんする効果使われたことないんだよ、ほとんど。もはやクソレッキーでこの7つの効果でなんかターンスキップしてる時くらいしかこいつ見ないぞ。プトレマイアス、お前なんで帰ってきたんだよ。お前現代遊戯王においては本当にターンスキップするために帰ってきたと言われても過言じゃないぞ、マジで。